ルイ13世時代の1643年の国印があるエキュ駅はフランスの数種類のコインの名。エキとは盾という意味で紋章の盾がデザインされていることに由来する。なお、同じ由来を持つ通貨名称にはスクード、エスクードがある。最初の駅はルイ9世の時代の1266年に発行された金貨である。後の時代には 銀貨が発行された。金貨の駅をエドール、銀貨の駅をエダルジャンと呼ぶ。ルイ13世時代の1640年、最初3リーブルトゥルヌワの価値を持つ大型銀貨が発行され、1690年から1725年の変動期間を経て、1726年に新しい駅が発行され、6リーブルトゥルヌワの価値に最終的に固定された。 フランス革命により駅は姿を消したが、19世紀の間はゴフラ銀貨が駅と呼ばれた。フランス革命直前の駅は購買力換算で現在の3000日本円に当たる。ユーロに先立ちヨーロッパ共同体欧州連合で使われていたバスケット通貨であるヨーロッパ通貨単位は略して駅と呼ばれ、当初は通貨統合後の欧州統一通貨もまた駅と、 過剰されていた。しかし、フランスの高価名である、駅と酷似した名称に、ドイツが乱色を示したため、1995年、マドリードでの EU 首脳会議で、ユーロとすることが決定された。ありがとうございます。